動物の死骸を口に加えた状態、急にこの男性医師のもう首元をガッて噛む、うん、うわ気持ち悪い。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説の京にゃー、何書いてお前マジで。暴力売られてる、暴力売られてる。表情って大事だよね。表情、まあ、大事です。それはそうした、って笑顔じゃない人よりは笑顔の方がいいじゃん。喜怒哀楽がある人ってやっぱいいじゃないですか、はい、それだけで印象が良くなる、はい、うん、これが一切ない人がもしいたら皆さんどうでしょう。怖いよね、ただただ。まあその場にもよるんじゃない。例えば楽しいところでそうされたら困るけど、うん、しんみりした雰囲気でそれだったら別に OK じゃない。でも無表情だぜ、まあ、人それぞれ意見はありますが、はい、避けた逃げた。というわけで、はい、今日やっていく都市伝説は、はい、無表情な女という化け物が現れたらしいんですよ。というわけで今日はそれのお話をちょっとしていきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。1972年、アメリカのロサンゼルスの話で、はいはいはい、シダーズ市内メディカルセンターに一人の女性が現れる。はいはいはい、はい、で、この女は、はい、服が血で染まってて、はい、うん、他に何も持っている様子はなかったと。女は固く口を閉じていて、はい、歯も見せない様子だったと。でも言うてもここはアメリカの大きな病院だったから、はい、まあ、血まみれになった人が現れてもおかしくないというか、うん、まあ、なんか事故にあったんかなとか、そういう感じには捉えられる。そう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 、はい、事故であった人が直接病院に来るっていうことは結構たびたびあったから、はい、別に周りの人はそんなに驚きもしなかった、はい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 、なんだけど、うん、周囲の人は、うん、この女の人を見て不気味に感じたと。それがなんでかって言ったら、この人はマネキンみたいな全く表情がない顔面をしていたと。血がついてるのに。で、まあこの女が何かを口に加えてたのよ。それをよーく見てみると、動物の死骸を口に加えてた状態。で、その動物をよく見てみると、猫の頭だけをこう口に加えて、はい、こう歩いていた。うわ気持ち悪い。やば。で、その女が受付のところに行って何もしないの、ずっとこうやってるわけ、うん、で、どうされましたかって医者の人聞くじゃん、うん、聞いた瞬間にこの女が猫の死骸を加えてたものをブーって出して、うん、で、そのままぶっ倒れちゃって、こうやって何の苦しそうな顔もない無表情のままこうバーンって、怖っ。表情垂れるの怖いよ。そう、倒れちゃって、はいはい、これに異常性を感じた病院側はもうすぐに警察に連絡して、うん、部屋に連れてってベッドに寝かせて、うん、はいはい、一応もう目も開いてるのよ。ずっとこの無表情のままどうされましたか、体痛いですかとかいうナースの質問にももう全く答えずにこうずっとこういるわけで、まあスタッフが何人か集まっていざ拘束しようってなって精神安定剤を打とうとした瞬間に、じっとしてたこの女が、うん、打とうとした瞬間にもううわっ、急に急に暴れた。やば、うん、何が異常かっつったら、うん、もう暴れてる時ももうずっと無表情で、もあまりにもこう暴れるもんだから、うん、そのナースが拘束を解いてしまったのよ。でもとりあえずもう部屋中を暴れまくってんのをなんとか男の人、まあ、4,5 人ぐらいでなんとか捕まえて、はい、なんとか押さえつけることができると、うんうん、はいはい、で男性医師が取り押さえたこの女を、はい、こうよーく顔を見てみると、女が初めて表情をちょっと動かしたの。うん、表情を動かしてちょっと口を開けたの、ニヤッつって。でしかもその歯がめっちゃ細長くてすごい鋭利な歯だったっていう。細長い、ああ牙みたいな。そうそうそう、牙みたいな感じの歯になってる。それを見たナースが恐怖のあまりに失神してしまった。あ、うん、人が気絶するぐらい怖い。まあそうだね、その場やばいと思うよ。で、男性医師もお前は一体何者なんだって尋ねたわけ、うんうん、その女はずっとこう男性医師を見てるわけ、こう、うんうん、お前は何者なんだって言っても何にも答えることもなく、はい、ずっとマネキンみたいな感じ、うん、その次の瞬間警報器があったの、はい、ウィーッつって、うん、警備員がバーってどん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 近づく足音、はいはい、足音がしたわけ、はい、その足音を聞いたその女が急にこの男性医師のもう首元をガッって噛む、うん、うわえやばこの脈がいっぱいあるところ、はいはいはい、歯は時々だし、そう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 、牙みたいな入ってる。でちょうどこの脈を捉えて、うん、もう大量に出血しちゃったの。うわーっつってもう血まみれで、もう噛まれた石も床倒れちゃった。これバーンで、その倒れた石にこうまたいで、私は神だって囁いたらしい。喋るは喋るんだ。
そこで初めて喋った、それから警備員がこうバーって来るから、うん、その警備員を片っ端からもうどんどん襲っていったの、その、でこの女はどっかに脱走してしまったらしい、鋭い歯を見て気絶してたナースいたじゃん、このナースは気絶してたから襲われずに済んだのよ。だから幸いにもこのナースだけ助かった。このナースが女のことを無表情な女と名付けたと。なるほど、なるほど。で結局この事件以降、この無表情な女を見た人間は誰もいないと。普通に生活したら目立つから誰かいそうだね。まんま失踪しちゃったの。あれいつだっけ、1900、1972年。だからまあそうね、50年前ぐらい。50年前ぐらい。でもやばくない、50年前って。割と近いって。近いよね。近いよね、意外とね。でなんとこちら、その無表情な女の写真がある。おお、ある。ちょっとこれがね、かなり怖いもの。マジで。それがこちらでございます。うわ、はい、これはこれはやばい。これが無表情な女と言われています。いやこれも人間じゃないよ。マネキンっぽいよね、マジで。でまあ結構ね、まあ言うてもこの都市伝説は有名なんすよ。おお、うん、ただ本当に説が何も分かってない。だけど一個だけ、この女の正体が一体何なのかっていう説がちょっと一個だけあったんで、はいはい、それを紹介したいと思います。おー、はいはいはい、過去に強い精神的ショックがあった説、うん、なんでこの説が囁かれているかっていうと、人間って幼少期に強い精神的ななんかがあったりすると表情っていうのがそれっきりなくなってしまうことがたまにあるらしい。あー、そうなんだ。こういうの聞いたことない。その幼少期に親が目の前で事故とかで亡くなってしまって、そのショックで言葉が喋れなかった。あー、それはあるね。聞いたことある。声が出なくなるわ、よくね。そうそうそう、そういうのの一種なんではないかと。あー、はいはい。その他にも無表情な人の特徴として、自分の気持ちを表に出せない、全く別のことを考えている、極度に緊張している、他人に興味がない、人見知り、強く叱られた経験がある、疲れやストレスを溜めている、はい、といったものが挙げられる。無表情な女もこういった特徴に該当していたのではないかと言われている。でまたその私は神だっていう発言があって、あ、そこより今引っかかってるね、めっちゃ。こういう発言からして、この無表情な女は、薬物依存症だったのではないかっていう説もあるんです。あ、ありえる。まあなくもないね、まあ、行動的になっておかしいもん、言っちゃってるもん、行動が。重度の薬物依存症患者は顔がいびつに変形したり、まるで獣のような行動をしてしまうことがある。そしてその行動を全く覚えていないらしい。薬物依存症患者が事件を引き起こしてしまう場合、90% がその事件の記憶がないという。この女性も薬物依存症の果てに顔の形がマネキンのようになり、無意識のうちにこの事件を引き起こしたのではないだろうか。猫の頭の死体をこう、そう、口に加えて登場するのもおかしいし、それが多分他のなんか食べ物だと勘違いしてる可能性もあるしね。あ、だからまあ強い幻覚症状にまあ悩まされている人だったのかもしれないっていう。まあまああるね。まあ先ほども言ったように、この無表情な女というのは、はい、まああれから 4,50 年経った現在でも目撃情報っていうのが一切出ていないというのが現状。そうだね。無表情な女と出くわしてしまった際は、あまり刺激しない方が身のためです。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、怖いね。めっちゃ怖いよな。普通に不気味だし怖い。怖いし、だからリオンさっき言った通り、その神だっていうのが気になるって言ってたじゃん、うん、俺はあの牙が気になるのよ。薬物やって歯が溶けちゃったとか。あー、まあ確かにそれはありえるな。そうか、幻覚症状とかでその石とかをなんか食い物だと思ってカリカリやって歯がこう削れちゃったとか。あー、いろいろ考えられる。そう、いろいろ考えられるからね。確かにこの画像を見る感じそうだよね。なんかこう、うん、歯がさ長くね鋭くなってるっていうよりかは細いよね。そう、削れてるキッパみたいな。欠けてるんよな、うん、多分この感じ。珍しく大輝さんが言ったことがめちゃめちゃまともっていう。そう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 、初めてじゃない、初めてじゃねえ。そもそも大輝がこんなになんかまともに話聞いてるとこ初めて見た。いや、ちゃうちゃうね、吸い込まれたこの話に対してめっちゃ興味を津々になった。ちょっとこれからもちゃんと話、人の話聞いてほしいから。話ない、でも全然聞かねえから。本当にプライベートでも聞かないから。後ろでなんか俺のガヤやってるだけだから。これぐらい毎回聞いてほしいね。まあ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 、やっぱり、ね、今正義を助けもいない中、 SPDC のキャプテンだし、やっぱね、あの関係ねえよ。関係ねえよ。この無表情な女都市伝説、はい、ゾッとしたぞ、面白いぞ、はい、と思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。